「五頭薔原天皇大英年間、みちのく一円に隠れなき瀬越のなにがしという大族仙台名取川の上流笹谷峠の付近に住み、往来の旅人をあやめて金銀荷物を横領し、その上、山賊には珍しくケチの男で、無駄遣いは一切慎み、 三十歳を少し出たばかりの若さながら、しこたまためて底知れぬ大長者になり、立派な口ひげを生やして、虚子動作も重々しく、山賊にはつきものの熊の毛皮などは着ないで、紬の着物に紋付きのお羽織を引っ掛け、洋曲なども少したしなみ、そのせいか、言葉好きも東北の方言と違っていて、何々にでそろ。 などといじかめしく言い女嫌いかいまだに独身酒は飲むが女は点で眼中にない様子でかつて一度も公職のそぶりを見せたことはなくたまに手下の者が里から女をさらってきたりすると眉をひそめ「卑しき女子に戯れるはおのこの地獄にてそらうう」と言って直ちに女を里に返させ 下の者たちが親分の女嫌いはたまに傷だなやと、無遠慮に批判するのを聞いて、にやりと笑い、仙台には美人が少なくそろう。とつぶやいて、何やらため息をつき、山賊に似合うぬ巧米の趣味を持っている男のようにも見えた。この男 ある年の春、養に行くからの手下5人に命じて熊の毛皮を脱がせ放火無理を禁じて門服を着せ仙台平の袴を履かせこれを引き連れて都に登り自分は東の田舎大臣のごとく全て応用に最上級の宿に泊まり毎日のんきに今日の見物日頃ケチくさくため込んだのも今日この日のためらしく。 惜もなく金銀をまき散らし、やがて物岩の花にも飽きて島原に繰り込み今日で評判の名義をきら星のごとく大勢並べて眺め公職の手下の一人はうむっとうめいて口に泡を吹きどーっと後ろに倒れてそれを水それを薬をお墓もお脱ぎやしたり。 などと大騒ぎになったのも無理からぬほどまばゆく見事な軽視ではあったが大臣は物薄そうな顔をして玉息をつき「都にも美人は少なく騒動」うん、とつぶやく広い都も人の噂のために狭くこの山賊のおごりはいち早く今日中に広まり髭騒動の大臣と言われて 道で会う人ことごとくがこの男に会釈するようになったがこの男一向に浮かぬ顔をしてやがて島原の遊びにもどうやら飽きた様子で毎日ぶらりぶらりと手下を引き連れて都王子を歩き回りある日古い大きな家の崩れかかった土塀の割れ目からちらっと見えた女の姿に足をとどめ手にしていた扇子を 旗と落として小山の動くみたい方で激しくため息をつき「すばらしい!」と思わず東北弁丸出しにしてうめきなおもその花盛りの梨の木の下でその弟ととも見える上品な男の子と手まりをついて遊んでいる若い娘の姿にあほうのごとく口をあいと見とれていた。あくる 髭相撲のお大臣はかの5人の手下に言い含めて金銀綾錦の類いの重宝をおびただしく持参させかの土兵の家に遣わしお姫様を是非とももらい受けたしとすこぶる唐突ながら凶行の談判を開始させたその屋の老夫主人はいささか勇所なる公家の血筋を受けて 昔はなかなか羽振りのよかった人であるが名誉心が強すぎてなおその上の出世を望み付き合いを派手にして日夜けんに凶悪しかえって馬鹿にされて財産をことごとく失い何もかも駄目になり今は崩れる土塀を支える力もなく中風の君さえ現れて罠なく手で「さてもうこの世は夢幻」 などと下手くその和歌を花紙の表裏に書きしたためてその日その日のうさを晴らしているありさまだったのでこの突然の申し込みには初はめは少なからず面食らったもののさて眼前に山と積まれた金銀財宝を眺めて <laughs> これだけあれば再び体感に興し華やかに世に浮かび上がることができるぞ」。 の巨心がムラムララと怒り、下騒動の大臣といえば今この京でも評判の男何でも遠い吾妻の大金持ちの若旦那やとかいう話や田舎もんやってなんやって金持ちやったらこの縁談は悪うない」<laughs> とひんすればドンスの例にも漏れず。 少なからず心が動いてその日はお使者に大いに愛嬌を振りまき格闘は後日ということにしてとにかく今日のお土産のお礼にそちらのご主人のお宿舎へ明日参上いたしますという返事手下たちは「しめたあの具合ではもう大丈夫だなや」と帰る道々うなずき合い 主人にその様子を言上すれば山賊の棟梁はにやりとすごく悪い。案外もろく僧侶と言った。そのあくる日、土兵の老主は烏帽子などかぶってひどくもったいぶった服装で山賊の京の宿を訪ね、それこそ本物の僧侶言葉で昨日のお礼を申し、 棟梁の応用な虚子や立派な口ひげに一目で惚れ込みお礼だけ言うはずのところをついふつつかな娘ながらとこちらの方から言い出して山賊の棟梁もさすがに都の人の軽薄さに苦笑してそれでもその日の凶王は山のごとくお土産も前日に勝る多額のもので土兵衛の主はただもう雲の中を歩む思いで え子を置き忘れて帰宅し娘を呼んで「女三代に家なしここはお前の家ではないお前の弟がこの家を継ぐのやさかいお前はこの家にはいらへん女三代に家なしとはここのところや」とひどい乱暴な説教をして娘を泣かせ何を泣くにゃ お父さんはお前のために立派な婿を見つけてきてあげたのにメスメス泣くとは大鵬」と中房の君で震える腕を振り上げて娘を討つまねをして「都の人は色は白いが貧乏でいけまへん」「吾妻の人は毛深くて間の抜けた顔してはるがおんなじは甘いようや」「行きなはれ」 すぐに山奥ででももどこへでも行きなはれ。死んだお母さんも喜ばるはるやろお父さんの子は心配しなさんだわしはこれからまた一旗あげるんや承知かおお承知してくれはるか女三階に家なしどこにいてもあかんえ」。などと変なことまで口走り。 婿の氏子上ろくに調べもせずとにかく今この都で名高い髭相撲のお大臣やし間違いなしと軽率に一人勝手にして有頂天のうちにこの縁談を取り決め十七の娘は遠い吾妻のそれも江戸の土地と聞く道のくへ突がねばならぬ身の因果を嘆き生きた心地もなくただ泣きに泣いて籠に乗せられ 父親一人はあさましく大はしゃぎで危うい腰付きで馬に乗り都の外れまで見送りひたすら自分の今後の立身出世を胸中に思い描いてワクワクしてさらばさらばと別れの挨拶も上の空でいい家へ帰って五日目に心臓麻痺を起こして頓死したとやら人の行く末は知れぬもの 南阿弥<神>一方十七の娘は父の哀れな急死も知らず籠に揺られて東妻を下り花婿のひげを見てつくづく見ては言いようのない恐怖に襲われて泣き手下の乱暴な東北言葉に肝を潰して泣き江戸を過ぎてようよう仙台近くなって春とはいえ未だ山には雪が残っているのを見て泣き 山賊たちをひどく手こずらせて古巣の山菜にたどり着いた頃には目を泣き晴らして猿の顔のようになり手下の山賊たちは興ざめたが頭領は優しく自ら看護してその目の治った頃には娘も頭領に少し懐いて落ち着き遠く言葉もだんだんわかるようになって山賊の手下たちの無知な冗談には思わず微笑み。 やがて夫の悪い都政を知るに及んで、ぎくりとしたものの、女3階に家なし、ここを逃れても都の空の行方さえ見当つかず、女はこうなると度胸がよい、ママよと観念して、夫には優しくされ、手下の者たちには姉子などと言われて貸し付かれると、まんざら悪い気もせず、いつとはなしに悪に染まり、 夫の憎むべき所業も見慣れるに従いなんだか勇ましく頼もしく思われてきて京育ちの美女は亭主が一言一仕事して帰るといそいそと足など洗ってやる。今日の獲物は何へ?」と笑って尋ね旅人から奪ってきた小袖を広げて「これはうちにはちょっと派手やわ今度はもうちょっと地味なん頼んますわ」 と言ってけロりとして、手下どものむごい手柄林を目を細めて聞いて喜び、後には自分もわらじを履いって夫について行き、平気で悪事の手伝いをして、今は根っからのあさましい女三族になり下がり、顔は以前に変わらず美しかったが、目には嫌な光があり、夫の刀を井戸端にしゃがんで、熱心に研いでいる時の姿などには、 貴女のようなすごい気配が感じられた。やがてこの気女も身ごもり。生まれたのは女の子で、春へと名付けられ、色白く唇小さく赤い強風の美人。それから2年たって、また一人の女の子が生まれ、お夏と呼ばれて、父に似て色浅黒く目がつり上がった、きかぬきの川立ちの子で。この二人は、 自分の母が日の公家の血を受けた人などということなど知るはずもなく宇より育ちとはまことに人間の頼りなさ生まれ落ちたこの山奥が自分たちの親代々の故郷ととのんきに合点して鬼の子らしく荒々しく山坂を駆け回って遊びその遊びもままごとなどではなく一人は旅人一人は山賊「おい待て!」。 命が惜しいか、金が惜しいかと一人が言えば一人は助けてと叫んで険しい崖をするする降りて逃げるを待て待てと迫って捕まえて大笑いして母親をこれ見て悲しがるわけでもなく帰ってなぎなたなどを与えて旅人を殺める稽古をさせ天を恐れぬ悪行その育成も恐ろしく果たせるかな 春十八お夏十六の冬に父の山賊に天罰下りだれの下敷きになって五体の骨物みじんに砕け目も当てられる無ごろたらしい死にざまをして親子嘆く中にも手下どもは悪人の本性を表して親分のしこたまためた金銀財宝書道具食料にことごとく持ち去り親子はたちまち雪深い山中で暮らしに窮した。 なんでもないっちゃ!」と勝ち気のおなつは威勢よく言って姉を励まし「今までと同じように旅人さえやつけるべ」んだども妹に比べて少しおとなしい姉の春江は「おなごばかりじゃダメだ,めだけって私たちの方で規模の場とまれてしまうべやむしやむし。 野郎の身なりして刀ちゃん持っていけば大丈夫だおいこら金が欲しいか命が欲しいかとこなだあんべ男の捨てみてえにふとえ声で呼び止めちゃどなた旅人だって振り上がるに決まってるんどうどもお侍は怖えな、えー、そしたらじっちゃんばっちゃんかおなごの一人旅かスケベくせセやあきんどか おだなば選んで脅かしたらきっとうまくいく面白べな無邪気とは悪魔とは紙一重であるうまいこといくとええけんど姉は寂しげにほほえんでとにかくほんだらしてみんべでもおららはどうでもいいんだけどおっかさんにもうすものことがあったら大変だからおっかさんは 捨て終わらたねえのものをおてなす待っててなあ山育ちの娘本能としても少しは親を大事にする気持ちがあるらしくその日から娘二人は山男の身なりで鍋摘みで父にそっくりの口ひげなど書いて出かけ町人里人の弱そうなものを探し出して脅し女心は細かく海中の金質はもとより 握り飯花紙お守り仕打ちしつまよの果てまで一つも残さず奪い去って家へ帰る。財布の中の金額よりもその財布の島柄の美しさを喜び次第にこの忌まわしき仕事に励みが出てきてもはや心の底からの恐ろしい山賊になってしまった姉の春江はすでに十八。 しかも妹のおてんばに比べて少し優しく、自身の荒れくれた男姿を情けなく思うこともあり、熊の毛皮の下に赤い細帯などこっそり締めてみたりして、里の女のつまらぬ串かんざしでも手に入れると、有頂天になり、さすがに若い娘の心は動いて。ある日、里近くで旅の絹商人を脅して得た白絹仁丹。 一ずつ分けていそいそ胸に抱いて夕暮れの雪道を急に帰る途中においてこの姉の考えるにはもうそろそろ正月も近づいてきたし私はどうしても春着が一枚欲しいなあうなごにはたまにはきれいに着飾らねど生きてるかいがしねえこの白ぎぬば紫色にきめて 初春の着物を仕立ててみたいけど。矢もたてもたまらず、最善を分けてやった。妹の絹が欲しくなり。お夏やおめえ。この白切る。なぜに鈴木だ。なぜに鈴木だって。姉ちゃんほらこれで鉢巻きはいっぺこさえるつもりだ。白毛の鉢巻き勇ましくって、立派な親分さみたいに見えるべ。べ おんもお仕事の時にはいっつも金を白鉢巻き結ばして出かけていったっけななあ姉ちゃんなんだらあつまんねえななあお夏おめえいい子だからあなたそれ譲ったけど、今度またいいものが手にへったらあなたみんなお前にやるからやんだやんだやんだ ほら前から真っ白のハチマ欲しいと思ってたんだげ。旅ぶって脅かすのに、白ハチマでもしねえと気勢が上がらなくて、あんべ悪いもの。そうだな、バカなこと言わねえで、なあ。やんだ、なあ、やんだ。ごしょうだから、やんだ、もねちゃん。しつこいな変に気まずくなってしまった。 けれども姉はそんなに手厳しく断られるといよいよ葬みが燃え立つように欲しくなる。妹に比べておとなしいとはいうものの、ふだんおとなしい子こそ思い詰めたときにかえって残酷な恐ろしい罪を犯す。ことに山賊の父から凶悪の血を受け、今は父のまねをして女だてらに旅人をどかしてその日その日を送り迎えている娘だ。胸がもやもやとなり。 はや人が変わり、うわびは穏やかに笑いながら。ごめんな、もういらねえから。辺りを見回し、この妹を殺すて絹ば奪う。この腰の刀で旅人さ傷つけたことは一度ならずある。ついでに妹を切って捨てても罪は同じだ。あたしはなんとしても春着を一枚作るんだ。今度に限らず、 帯でも口でもせっかくの獲物をこんな本当のやろっこみてえないもと二人で分けるはバカらしい無駄なことなんや。にっくき邪魔子突き殺して絹を取り上げ家帰っておっかさんに「今日は手ごわい旅人に会いかわいそうにお夏は殺されました」と申し上げればそれで済むこと無駄。どんな 少しも早くと妹の油断を見すまし刀の絵に手をかけた。姉ちゃん青金、ね、と妹は姉にしがみつきなんだ姉はうろとえて妹に問えば妹は夕闇の谷底を指さし見れば谷底は里人の墓地今しも里の仏を仮葬の最中。 一役煙は異様に黒く、耳をすませばバチバチはせる気味悪い音も聞こえて、一瞬の風はただならぬにおいを吹き起こり、さすがの女賊たちも全身鳥肌立って固く抱き合う。南無阿弥陀仏「南無阿弥陀仏」「南無阿弥陀仏」「南無阿弥陀仏」姉は思わず念仏を唱え、人の行くすべは皆このように焼かれるのだ。 着物も何もかも履かないのだとふと人の世の無情を感じて我が心の恐ろしさに身震いして「とにかくこの一旦の気のためさもしい考えを起こすのが何もいらぬ!」と手に持っている建物を谷底の煙目がけて投げ込めば妹も次に投げ込み「姉ちゃんごめんほら悪い子だほら姉ちゃんはたった今まで。 殺そうと思っていたんだ姉ちゃん,姉ちゃん俺だってもう16だ綺麗いな肝は干すんだほらこんなだみったく変な子だからおしゃれずっと笑われるかとわざとやん子みたいなことばかり言ってたんだごめんな姉ちゃんほら このお正月にはれ着が一枚ほすくっておらの絹を勾配に染めておして姉ちゃんの絹を裏尽すと思って姉ちゃんおら悪い子だ <laughs> 姉ちゃんを刀で突き殺すっておいとお母さんには姉ちゃんが食べ人に殺さっちゃったとおなすまでいたんだ, <laughs> だの 今あの家族のけぶりばばみったらもう何もかもやんだくなってほらもう生きていく気がしねえ。と意外のことをくし走るので姉は仰天して「何言うな許すも許さねえもそれは私のことだ私こそお前を突き殺して昨日を奪おうと思ってたけんど」。 あの煙見たら悲しくなって私の反物ば谷底さ投げ込んだんださらに妹を固く抱きしめてこれも泣き出す勝は驚き勝は恥長からんうに生まれてきてことに女のみとしてはかかる悪役の暮らしは後世のほども恐ろしさ今日限り浮世の望みを捨てん と二人は腰の刀も熊の毛皮も谷族の火炎に乗じ、泣き泣き山菜に帰り、留守番の母に逐一事情を語る。母も二十年の悪夢から醒め、初めて母の癒しからの血筋を二人に打ち明け、我が身の現在の浅ましさを嘆き、真っ先に黒髪を切る。二人の娘も遅れじと髪を下ろして三人びくに。 おだくの古酢をき焼き払い笹谷峠の麓の寺に行き老僧に向かって懺悔しその衣の裾にすがって明け暮れ念仏を唱えこれまであや,やめた旅人の菩提女弔ったとは南無阿弥陀仏すこぶる主将に似たれども伏二代の関役果たして如来の許したもやいないや。